毎週木曜日夕方18時からここ自由空間ビッグボックス高田馬場店より時空 TV お台場 TV より公開の放送でお届けしております。はい、今日の番組の MC を務めさせていただくのは私浜田咲とキアンです。お願いします。やばい、今日はいつも以上に、はい、どんな番組かと思われました。無視ダーツ界のプロの選手と私ファッションモデル浜田咲率いる読者モデルがダーツの楽しさをファッショナブルにより上手くなるコツを伝授するといったダーツバラエティ番組です。もう俺今日喋れへんからもうすねたで。はい、もう最近そこの一部でカットする傾向があります。はい、じゃあ早速ですが今日のゲストはい、じゃじゃん、モデルや DJ などで活躍中の高橋清子ちゃんです。こんにちは。キューピーです。 DJ の名前はキューピーやねんな。そうですね、 DJ 名はキューピーです。キューピー、キューピーです。 DJ 名はね、キュルキュルやってんの。そうですね、キュルキュルやってます。キュルキュルやってるから。キューピーの依頼は依頼依頼あ由来由来由来ちゃんと言おう。由来由来はそんなんちょいちょい出てくる。由来はクオリティープレイヤーでキューピーなんですよね。大文字 Q と P でキューピーです。ハイクオリティのプレイヤーみたいな。そうです。そういうことですか。そういうことです。なるほど。ちょっとじゃあね、かっこよく言ったらね、すごい人なんでね、私詳細を、私もさっきも見ててすごいって思っちゃった。誰がすごい人なの。キヨピーがやろ。そうです。あ、キヨピーがね。キヨピーの詳細はキヨンをもとしてるんで。あ、そっか。はい、キヨピーはですね、はい、まず先ほどおっしゃったようにモデルのお仕事や DJ の方ですね、海外の方にも進出してるんですよね。そうです。はい、今月も台湾行ってきました。ジャンルは何だったっけ。ジャンルは、四つ打ちのエレクトロを中心に、うん、まあ、ヒップホップとかもオールジャンルで回します。オールジャンルで。俺 J-POP しか聞かんからな。さっき K-POP メールですからね。それから、モデル、DJ、女優、アパレル、そういう集団を集めたクリエイターチーム、はい、キスというユニット、グループ。そうですね、クリエイターチームのリーダーもしております。はい、そうなんです。はい、ちょっと待って、年齢とか非公開とかじゃない。そうですね、あの平均年齢に…違う、キヨピーは私ですか。あまり言ってない。全然大丈夫ですよ、言っちゃってます。今いくつ。今24です。24、はい、で、リーダーしてますよ。しっかりしとるな。俺24の時なんかまだへへへって言っとったよ。楽しいとか言ってきたよ。いや、ほんましっかりしてるよ、キヨピーは。やばいな、マジで。うん、すごいね。だから今日はね、その辺をいろいろキヨンが探ってってもらおうと。いや、俺も今日喋れへんよ、はい。え、さっきが冷たかった。あ、ちょっとね、キスのねあれを見せて。キスのね、あれを見せて。あ、はい、そうですね。ちょっとキスの、雰囲気をみんなに掴んでもらおうと思って。そうですね、なんかこう画像を持ってきてもらいました。ちょっとこんな感じなんですけれども、アップで見えますか。出るかな。いや、見えますよ。ほら、キティちゃんやん。ねー、そう、キティちゃん。あ、キスのキは9なんや。そうなんです。クイスね。わかりました、皆さん。まあ、ブログとか見たら載ってると。そうですね、はいはいはい。QUISS でキスと呼んで検索しても出るし、あと www.quiss.me でも検索できますね。はい、はい、みんなチェックしてみてくださいませ。はい、リーダーですよ。そうですね。あ、そのウェブサイトの中で、うん、まあ、一応チームっていうのが女の子たちだけで、うん、構成されている、うん、そういうちょっと変わったことや面白いことをしようっていうユニットチームなんですけど、俺も入りたい。周り女の子ばっかりなんでしょ。モデル、女優、DJ、アパレルっていう4つの部門になっておりますんで。そして女性限定の。あ、申し訳ないです。アンポンタンじゃダメ。アンポンタン、ダメ。ちょっとそうですね。女装はするよ。ダメ。
季節ですね。可愛い子限定です。じゃあ行こう、チャット行きましょう。はい、じゃあ今日も皆さんチャットの参加じゃんじゃんお待ちしております。はい、はい、はい、先です。こんばんは。今日早かったね。1位でした、先です、ね、こんばんは。今日も学校頑張りました。英語科なんですよ。キヤマさんとサッキンさんは英語得意ですか？全然わかりません。僕ね、ハワイとか行っても、あ、ハワイ行ったって言ったかな。ハワイとか、まあまあよく行くんですけど、はい、ハワイ行っても日本語しか喋りませんからね。で、でも、わかりませんって言われたら、お前日本語喋れって言うてまうタイプ。あ、で、特に日本で英語とか喋ってこられたら、お前ここ日本やぞみたいな。あ、嫌なタイプ。っていう感じ。最近は超得意分野です。はいはい。はい。じゃあ、さっきんさんの、女優帽かわいい。女優帽っていうの、そういう帽。そうですね、今今年流行りですからね。はい、ですからね。でもちょっとね、ライトが限られて怖くなりますけど、違うみたいなね。今日、いつもに増して声こもってるよ、この辺で。この辺、つっかえてるもんね、この辺で声が。ちょっとね、昨日ちょっとねみたいな。最近調子良かったんですけど、昨日ちょっとね、発狂しちゃってね。あ、出た、パニック症候群出た、久々。出ましたよ、パニック。何ですか、何ですか、何ですか。ちょっと見たいんですけど、パニックしてみたりとか、ちょっと鬱みたいな、ふかぎ込んでみたい。もうそういうキャラなんです。いつも明るい殺菌しか見てないのね。いやいや、まあ外面はいいんですよ、外面は。なるほど、はい、見てみたいですね。なんでパニック症候群。今日はよろしく。あ、プレゼントお久々です。どこのプレゼントちゃうね、プレジデントさんね。なんで名前変えてくれ、プレゼントさんみたいなって言うの。噛みまくりだから。プレジデントさんね、はい、よろしくって。よろしくって、ドンキーク長やな、ね、これ感じ。またこれ30年ぐらい前のよろしくやんか。かっこいいスナフキンボ。あ、これはスナフキンボ。これはこっちでしょ。こっちでしょ。スナフキンがダブってますもんね。あ、なんかた尖った麦わら帽子みたいですね。これ何帽やっけ。これはコーラ帽。あ、ちょっとちゃうの、なんだろう、普通のハット。普通のごく普通のハットです。かわいいキヨピーのな。まあ僕は帽子似合わないんで。ちょっと今日ここ見てます？やだ、やだ、絶対やだ。今日帽子で揃えようって言ってたのに。絶対嫌。今日帽子って打ち合わせしたのに。なんで被ってないんですか？持ってくの忘れました。じゃあちょっと被っていただいて。やだやだやだ。ちょっとおかしますね。じゃあ罰ゲームだな。罰ゲーム。ほらほら、被ってって言ってるじゃないですか。ほら皆さん。やだ。さきちさん、ありがとう、呼んでるよ。ツイッターどこ？ツイッター来てます？来てない。あ、はい、一応ツイッターの方からも書き込みますんで、皆さんチェックしてみてくださいね。はい、キヤマさん、かぶってってさっき言ってたじゃないですか。今日すごいやん、もうさ、生放送で600人近く見てるやん。まだ6時10分やん、ね、皆さん、さっきんです。いや、そんなアピールはいい。キヤピーです。そうそう、キヤピーをね、アピール。キヤマです。はい、はい。そこちょっと小声なんですね。まあこのね、584人中の、まあ550人ぐらいは、まあほぼもう木山さんのファンやから、別に僕はアピールする必要ないんですよ。ちょっと原山さん、ここカットでお願いします。まあいいよ、自分でやるから。誰だね、もう。まあたまにさっきのファンおるんやけど、このサジョスさんみたいに物好きがおるんですよね、サキジョさんね。まあ、あれボランティアでしょ、ね、桜桜そうや、ほんま友達に頼んでる。実はサキジョさん、さっきの友達で。ちょっとサキジョさん、さっきのファンです。そう、だから桜やろ。実はここでこうやって打ってるんですよ。違う、さっき電話で打ち合わせしとったから。ちょっと今日はもういつもに増してなんかファンな感じ出しといてみたいな。おかしいですよ、完全に。名前が一緒なだけで、ね、うん、サキジョスさんはサキなの？サキ、ね、そう、まあ、でも、もね、俺の周りにおるサキって、まあ、ろくなやつおる。サキが一番まとも、サキがね、うん、一番まとも。あ、よかった。まだ。嬉しい。でも10点満点中3点やで。え？引く。人生度3点、3点。5点中1点やしね。誰が？え？10点中3点ですよ。5点中1点ってぐらいでしょ？
いや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 、もうちょっと上。5点中 2.5 点。あ、いや 1.5 点。レベル高いね。5点中 1.5 点。オッケー、大丈夫。別にわざわざ5点中に直す必要ないやん。わかりづらいわ。ボランティア、笑ってしまった。さっきですよって。あ、ね、同じ名前やからね、ちょっと応援し、ちょっとだけ仕上げてる。ね、話しましたもんね、さっきと出会った時。あったんだ。大阪でお会いして、ニュー2323さん書いてはるけど書いてないかな。本当だ、こんばんは、書いてください、ぜひ。ニューさん来てね、ニューさん。はい、あ、コニーさんこんばんは。どうも、コニーさん。はい、さて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 、じゃあ DJ キューピー&、あ、違う、おわ高橋清子を探っちゃいましょうか、うん、AKA だよね、うん、AKA? おわだと、おわだとキューピー、おわかか、はい、高橋か、もわ AKA じゃないの。 AKA って何、またの名を。そういう意味があるの、使いますよね、聞いたことない。本当に本当にさ、それはあの英語科の人に聞いてみたいね。そう、違う、キューピー、おわも、うん、またはって意味よ。キーさんがいるって。キーさんって。キーさんって呼ばれてんの？キーさん。キーさん。キーさんですよ。それかも木山さんのキーさん。あ、確かに。確かに。どっちか分かんないですね。あ、キーさんが久々にいるって感じちゃう。いやいや、俺もう先週も先々週もおったから。どういうこと？木山さん、今日もこんばんは。ハワイ行ってないですよ。帰ってきました。キーさん、こんばんは。はい。なんか帽子が当たり合うよね。そうね、そうね。こうなんか密着度が高い感じで。はい、で、じゃあちょっとあのキーヤーのキューピーをいろいろ聞いてあげてくれますか。どうしようかな。何だ。聞こうかな。聞かんとこかな。聞いてくださいよ。なんで、ちょっと待って。はい、いつもさ、はい、テンション低いやん、初め。はいはい、こう始まったらピャーって聞くのに、はい、今日テンション上がってけへんのはな、まあ理由はいろいろあんねんけど、最初にね、そうそうそう、でまずさっきんがパニックでしょ。さっきんちゃう、全然今日元気好調なんですけど、声はまあちょっと、じゃあさっきんちょっとたまにはいっぱい喋ってこう、はい、まあいっぱい喋ってるか、いいあ、いいですよ、もう今日はね、もう僕はさっきんの、はい、あの言いなりにこうやっていきますよ、いつもじゃないですか。一回やってみて、やってみて、いいんですか。いいですよ、いいですよ、もうさっきもうちゃんと振ったら答えるし、こうボケたら突っ込むし、はい、もうさっきにさ、手動でいきましょう、これ、はい、じゃあ、僕から喋らないですよ、お題振らないですよ。あ、はい、いいですね。もういつもずっと喋ってるから。いいですか、はい、どうぞ。皆さん、こんばんは。誰やねん。改めまして、浜田咲子と、さっきんです。もう30歳の感じ出てるよね。、うん、いいですか、こういう感じで進めていっても。はい、あのね、キューピーはですね、先週の日曜日もイベントを、そのキスを中心としたイベントをキューピー自身がこう開いたという。はい、キューピープロデュースみたいな、ね、そうです ね、あのオーガナイズを初めてさせてもらったんですけど、はい、その時は日本橋のゼックスっていう、ちょっと待ってね、はい、意味分かってる、オーガナイズ分かってます。プロデュースえ、ね、ちょっと違うけどね。ちょっとっていうか、まあまあ、イメージ的にはプロデュースとか全然違うよね。オーガナイゼーションから来てるんやな、オーガナイズってな。そうなんですか。要はね、食べるとか、うん、いうのを食べたっていうような、そういうただのそういう話でから来てるわけじゃないよね。それは何、なんか意味合い的に。オーガナイズっていうのはなんかこう組織するっていうか、こう作るっていうか、なんかそういう感じの。いや、一緒じゃない、プロデュースするんじゃない、まあ、ね、どっちが合ってたら、あ、そうか、分かりやすかったね、今ね。いや、全然答え言ってないや、プロデュースするしか言ってないよ。まあいいや、まあいいや、まあ、はいって言ったから、すんなり分かって進んでんねやろ、絶対分かってないなって、これの中で頭の中でビビビビビビって計算したから、分かってないと思って。はい、ちょっとじゃあ、さっきちょっとさん、あの、オーガナイズを、あの、日本語でピッと、はい、ピッと、はい、ピッと、さっきちょっとお願いしますよ。さあ、MG さんじゃ、続きね、はい、で、そのオーガナイズ、そう、その時に、はい、一応DJ が女の子10人ぐらいと、はい、あとモデルの女の子10人ぐらい、総勢20名のキャス、はい、なんていうんですかね、アーティストの女の子たちだけで、
イベントを開いたんですが、何をやるのイベント、その時は一応 KISS っていうクリエイターチーム、私がリーダーでやらせてもらっているチームのみんなでデザインをしたブランドが新しく6月に出るんですけれども、それのファッションショーをやったり、あとは KISS のメンバーのライブをやったり、歌を歌うの、はい、歌を歌うシンガーの子もいるのでライブをやったりして、結構、まあ、その時で600人ぐらい入ったんですけれども、そのまあなんかちょっとお披露目パーティーみたいなのをさせてもらって大成功だった。そういうのってさ、いつも思うねんけど、そういうイベントよくやってるやんか、はい、今まで来てくれる子たちのイベントなんか、どこでイベントがあるとか知るわけ、別にテレビ見ててもコマーシャルでやってるわけでもないし、まあ、今現在ブログの、ね、とかであったし、ね、チームでみんなのそれぞれの、ね、そうですね、つながりがこうみんなに分かるようにどうにかならんもんかいね、これね。でもそのクラブに行ってる箱にパンクとか置いてるもんね。あ、だからクラブとかに行ったら分かるんだ。そうですね、クラブとか行ったことなんか分かれへんもん。キヨピは結構がっつり普段も DJ ね、すごいやられてるんで、毎週なんかもう仕事としてやってるみたいな。そうですね、毎週3、4回、14ぐらい、はい、どっかのクラブ行ってこう、どっかのクラブで、サラマースっていうやつ。そうですね、くる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 。マジですごいよ。じゃあもうそれが本職みたいな感じ。そうですね、あとモデルとね、両立してやってるわけですよね。両立してやらせてもらってる感じです。すごいと思う、 DJ さんってだって DJ してまずそのまま寝れずに撮影とか行っちゃうパターンもあるわけですよ。そうなんですよ ね、 最近は。ちょっと待って、 DJ の俺仕組みがよう分かってないんだけど、はいはい、ああいうのはもうほんま素人みたいなこと聞いていい、はい、ああいうのはお店、クラブがありますよね、はい、でそこで専属のその DJ がおるわけ。毎日雇ってんの、あれ。クラブによりますね。もう専属、もう毎日そこにしかいない箱 DJ もいますし、いろんなところをこうゲストでもうギャラ払って呼んでみたいな。じゃあやっぱり有名な DJ とかはこう人気もあるしギャラも高かったりする、いろいろあるわけだ。そうですみたいですね。その辺が全然わかるよ。なんか一番高いギャラで聞いたことがあるのが、あ、まあ、ピンキリなんですけど、うん、日本人だと、まあ、ヴィトンのパーティーとかで60万円。わーつわーつー。え、そんなもん。え、だって1回何秒取れちゃう、何十秒とかでしょ、あ、何分とかでしょ、まあ、1時間とか2時間とかだと思うんですけど。なー、ちょっとそれ、そんなもんなんや。うーん、でも最近ね、女の DJ さん、そのモデルさんとか DJ する方も増えてるし、いや、女の子やった方がかっこいいもんね。ね、なんか見ててもいいし。俺だって DJ って言ったら DJ コーしか出てけへんもんね。コーさん、コーさん TRF、 はいはい。なで、あれも DJ なの。そうですね、やってますね、最近 J-POP とかを回されてたりとか。クラブに行って仕事してたりするわけ。あ、やったりしてますよね、イベントでゲストで呼ばれて。鈴木亜美さんとかもだってよくね、やってはるもんね。そうですね、まあ、アイドル的な感じはまたこう見る目が違うんでしょ、多少、ね、多少、まあね、なんかいるだけでいいですよね。あ、そうか。ノリピーが、あ、言うても、そうか、よう出とった時もね、なんかよう、そんな映像も流れてたよね。そうですね、でも、俺ノリピー大好きやからね、まあ、いつも言ってるから。DJ ね。まあ、キヨピーのそんな、あれ何、センスかなんかあるの。ちょっとやってんな。なんだあれ、適当に回すってもわかんない。なんかよく言われるんですけど、うん、なんかあれってどっかのボタンを押すとなんか音が出るんじゃないのってみたいな、流れてる曲を要は全てそこの機材で操作してるのとかって聞かれるんですけど、逆にそういう風に思われてた方がかっこいいですよね、うん、あ、そんなに。ただ曲と曲をまあつなげてるだけなんですけど、うんうん、実は全部の音をその機材で出してるんじゃないかって聞かれる時があるんですよ。違うの、うん、いや、ボタンとかいっぱいあるやん、なんかこんな上やったり下やったりとか。見えない裏で演奏してんじゃないかって勢い。違うよ。え違う、ボタンをね、そう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 、じゃらーん、そう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 とかでしょ、演奏してるんでしょって聞かれることがあって、うん、そんな人おるんや。そう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 
曲を繋げてるだけなんですけど、でもその入りが難しいんでしょ。そう、ね、だってあんなレコードを反対回しにしたりとかするのってあんまやらんでしょ。そうですね、あんまなんかみんなこっちいじってるもんね、いろいろ、うん、すごい。え、あれセンスあるの？全然センスない。適当やっててもええんちゃうの？まあ、でもやっぱりあの何でも一緒ですけど、モデルもそうだし、まあ、ダーツやるにしろセンスがある人とない人ってやっぱ分かるじゃないですか。分かる人とか、やっぱそれと一緒であるんじゃないですかね。あー、深い話。でもやっぱりああいうこう花のある仕事はビジュアルももちろんね大事やしね、やっぱりね、かっこいい人がやってる方が絶対人気も出るよね。じゃあちょっとチャットの行きますよ。はい、じゃーんと来ましたんでな。はい、なんかね MJ さんがなんか訴えてましたよ。 MJ さんこんばんは。どうも。オーガナイズって聞、あ、違う、やっとな、まあいいよそこは。いいですか。はい、聞いて最初に噛んだのがブルーオーガー、知ってますか。知らない。知らない。コニーさんなんて禁止なのか。まあそうですよね、可愛い子限定らしいです。あ、赤坂康彦さんね、DJ で。やってたんですか。いやいや、そう、今でも。いやいや、でもテレビ上のなんか、喋ったりとかこう。ああ、そういう、昔ってそうですもんね、DJ って言ったら喋りますもんね。あ、へーとかね。なんか 曲名の言い方とかもちょっとかっこよく言ってみたりとか。コニーさん、DJ さんってなんでちょっと怖いのって。DJ オズマは違うやろ。DJ オズマさんは違いますね。あれ騎士団やろ。そういう DJ もされるでしょ。しないと思いますよ。しないや、うん、歌う歌うだけ。あ、そっかそっか。 DJ さんってなんでちょっと怖いの。なんでですかね。いや、だいたいちょっとアウトローな感じの人が好むから、そういう悪そうな人が多い。近いな、それは。確かにそうかもしれない。だってもともとクラブに行く人が、いや、いやかっこいい、ちょっと俺もやってみようかなっていうスタイルが多いわけでしょ、ミュージシャンっていうよりは。やっぱりクラブに行く人ちょっと、ね、ちょっと悪っぽい感じの人が多いから。それかすごく音好きすぎたオタクの方が。なるほどね。クラブにいつもやってるこういう人でしょ。まあ俺みたいなほんまね、何のと、もう普通に育ってきた普通の高青年にはよくわからん世界だよね。あ、私も、ね、私も全然わからない。クラブってなんだろうね。俺ほんまに行ったことないねんか。もううるさいとこまず嫌いやろ。来てくださいよ。うるさいとこ嫌いやろ、うん、で、洋楽嫌いやろ、うん、で、人混み嫌いやろ、うん、もう行きたくない。でもお酒好きじゃないですか。いや、お酒も嫌いやろ。じゃあ何もダメですね。そうやね。だからお酒飲まない、うん、歌もうるさいの嫌い、うん、で英語の歌は特に洋楽しかかかってないでしょ。そうです、ね、なんで俺洋楽嫌いかって言ったら、いや、あのね、歌詞が分かれへんから入ってけへんよ。あ、それはグッと自分でこうちょっと口ずさまれへんやんか、ね、でもクラブでこう音を歌詞で聞く人いないよね、うん、こう飲むもん。いやいや、まあそうやけど、で踊ったりするのもまず取っかかりが恥ずかしいやん。それは中高の時から行っててね、こう慣れとったらいいけど、行ったこともないね。今更もうこんな年になって、ちょっと今からちょっとクラブ行ってみようかなみたいなのないやんか。だから昔俺らの頃ってクラブじゃなくてディスコだから。ディスコも行ったこともないし、何が楽しいか一回だけ入ったことあんねんけど、もう何が楽しいかさっぱりわからんって感じ。だから俺らもうその辺でキャッチボールしろが楽しいもんね。もうほらスポーツマンやからね、基本ね、爽やかなね。なな、え、でもね、多分遊び方をうまくこうやれば絶対楽しいと思うねんけど、で女の子もいっぱいおるやろうし、でもね、今更なんですよ。誰か一緒に連れて行ってくれる人がおったらね、あれやけど。なんかダーツする人が行きそうだねんな。うん、行きそう。いやでもね、ダーツする人はどっちかって言ったら、そういうなんかな、こう、クラブに行ったりする人系よりは、もうどっちかって言ったら、ヤンキーみたいな系統の人が多いかもしれない。わかるかも。ちょっと違うやんか、種類が。そう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 。なんかもう地元のだ、なんかヤンキーみたいな。そう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 。出てるね。完全に。ちょっと怖いですね。ねえ、おいで。はい。無視してくよね。そのコニーさんの DJ さんはなんでちょっと怖いのから結構だいぶ話ね、はい、広がっていきましたよね。サッキンさん DJ やってみて。もちろん。まあファンもファンキーモンキーベイベーね。あ、 DJ イズイズよね。
まあ、あの後ろでね、うん、帽子いつも持ちかぶって、うん、あのお猿さんみたいな人で、あ、ゆうたさんもそういうことね。さきちょす、アブリル大好き、アブリルラビーンぐらいは知ってるよ、俺も。ヘイヘイヘイデデ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 デでしょ。なんか違う、なんかちょっとどたってますね。だから歌詞分かれんからもう入ってけえへん。今歌ったのか、どんなに今歌ってたの？多分違うんじゃないかな。それじゃ一番初めちゃうの？一番初めよ。違う、今最新のやつ歌ってたの？知らんもん最新とかね。アブリル・ラビンがまだ活動してるのかどうかも知らん。最近また日本でね、超有名でますよな、うんうん、さあ、そんな庶民的な木山さん、好感度アップ、ありがとうございます。木山さん以外、笑い意外でしょ？あ、意外か。最近作るな。そうなんですよ、俺ほんまにね、マジで普通に育ってきた人やからそういうこと分かれへんですよね。いや、まあ、そうですけどね。どういて、なんかもうよく言われるんですよ、俺はね、チャラチャラしそうとかね。女の子めっちゃナンパしてそう。いやいや、そんなんできないですよ。どうやって女の子に声かけていいか分かんないですよ。女の子と歌になったら、もう初めてさっきんと会った時も普通にこう世間話するまで3日ぐらいかかったもんね。本当に？え？そうですよ。あれ？あれね。結構初めから、あ、この人バカですみたいな感じで外観来ましたよ。いや、俺ね、ぶっちゃけ人見知りはせえへんから。殺菌もしないな。はいはい、打ち間違えてた殺菌さん、ありがとう。何？いや。あ、さっきちょっと？さっきこのね、意外を間違えてるって気づいてなかったからね。多分。じゃあこの以外やけど、俺は間違えてなかった。あ、そんなに気になってんのね。そうそうそう。でも私はさっきとした味方で。そう、意外、意外の意はね、意思の意やからね。そういうことね。木山さん意外みたいな。どういたしました。はい。いや、俺はすぐそこでさっきんが突っ込んでくれて、俺はすぐ気づいたけど、さっきんはこれが正しいと思ってたはず。面白いよね。いや、私も今さっきん側でした。あ、そう。こっち？そっち側だった。意外？そう、意外がね、はい、意外の意外、意外かと思った。なあ、よかった仲間。はは、は、笑い、クイズ早いね、打つのね。そうか、DJ とクラブの世界がちょっと分かったな。でも、怖いやんか、なんか普通の人がいけんのかな。なんか、悪そうな人も多いし、うん、なんか、こう、絡まれんちゃうみたいな。で、女の子とかもおる子って結構特徴的な女の子多いやんか、なんかこう、なんちったらちょっとこうね、黒い感じの人とか。それ昔はディスコです。モデルさんみたいな小綺麗な人が多かったり、ギャルみたいなも多いやん。まあおしゃれな人は多いです、ね。だからジャンプ当時いますよね今、うん。もうそんなんよう、どうし話しかけていいかも分からないし。じゃあ今度キヤン連れて行きますんだよ。うん、連れてきてほしい。キヤンピーのイベントにな。でもクラブの中にダーツあったらいいですよね、本当に。やらんでしょ。え、あるあるある、あるところあるよね。いや、それはダーツバーでクラブやってたりするとこもあるけど、イベントみたいなんで、うん、結構酔っ払ってダーツってすごい楽しいです、うん、そうそうそう。あー、それは分かる、ね、うん、刺さり声が違うな。まあまあ、分かる、うん、分かる分かる、刺さり具合が違うよね、こう自分の。いつもこれぐらいはドンみたいな、こう気合が入っちゃってね、勢いがね、すげるよね。でもやっぱね、最近さっきね、道中が超うまいですよね、皆さん。まあまあ、最近うまいな。キヨピー、でもね、キヨピー今日は期待の新人なんだよ。はい、頑張ります。上手みたいです。最近さっき負けへんねん、ゲストに。今までよう負けとったのに。昔はよう負けてたんですけどね。今日はダーツするんですかって、もちろんしますよ。ダーツ番組ですよ、一応ね。ダーツバラエティ番組です。さっきんさん上手。そう、ちせよ。最近ハマってるみたいね。なんとかせよ、なんとかせよみたいな。せよ、ありがとうせよ。ただ放送ない日はダーツしない子。そう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 、だからトライオンラインダーツでしかダーツ しないって言われてるの。実際そうですよ。本当当たりです、うん、違います。たまにやります、たしなむ程度に。飲みに行った時よ。飲みに行った先にダーツがあった時、あ、さっきダーツの番組やってるからうまいよ言うてこうやるタイプ。マイダーツ自慢しちゃう感じ。そうです。で、大概木曜日以外はマイダーツも持ち歩いてないからね。嘘でしょ。カバンなんかパンパンなるから。いや、持ち歩いてない持ち歩いてない持ち歩いてない。木曜日も忘れるのかな。そうでしょ。でも木山さんはやっぱりダーツプレイヤーなんで、どんな時でも肌身離さずダーツは持ってます。もう
ポケットの下にね入ってるんですよね。いやまあカバンの中やで、うん、確かに一応ダーツ番組はそうですよ。はい、藤井さんそうですよ。確かにね、もう途中からもうほんまねトーク番組でいいじゃないみたいなね、はい、なりましたけど、そうそう、まあ、やっぱり一応金谷がダーツプロってこともあってね、そうなんですよ、ダーツ番組しとかないとね、ちょっとおかしいことが、はい、その関西人番組になっちゃうじゃないですか。そうですよね。出身どこ？東京なんですよ。わー、何区？何市？何区？ごめんなさい、ちょっと嘘つきました。生まれが上海なんですよ。あ、そう。だからで6歳の時にこっちに来たので。ちょっと待って、上海って言ったら中国？あ、そうなんです、そうなんです。知らんかった。上海なんです。広東語喋れんの？広東語は喋れないです。北京語？北京語がちょっと喋れんの、うん、でももう忘れるやろ、そんなに喋ってなかったら。ハーフさんなの？ハーフさんなんです。広東のハーフです。広東じゃないけど上海だって。中国の人と日本のハーフ。そうそうそうです、そうです。でも僕ないよね、うん、でも上海と日本って似てるんちゃう？いやだからやん、言ってるやん、僕ないよねって。納得。そうなんや。じゃあお父さんもお母さんも今は大阪ちゃんと日本におるの？日本にいます。で6歳から東京。そうですね、俺生まれも育ちも大阪です。お父さんも東京人ですね。お父さんもお母さんも大阪。私もですよ、大阪生まれて大阪育ち。そうです、ね、めっちゃ関西弁だもんね。いや違うよ、最近ねみんな知ってますよね。何気や上海っていうと、いう国かピンとこ、どういう国かピンとこない。仮のに上海外に上海外に、ね、ね、うん、上海って国じゃないからね、うん、中国やからね。はい、はい、違う箇所ですね。ちなみにこれ上海で作ってますよね。はっ、上海の工場です。カニのイメージなの？合ってる？うん、合ってる。上海外に有名、うん、ちなみに小籠包の発祥は上海です。そうなの？そうです。小籠包はね、なんかね、台湾がうまいイメージがあるよね。そうそう、そうなんですけど、あの、元祖、元祖、あのね、もうピッ、こう、あの、レンゲの上に置いてね、ピッてやったら肉汁がじわーっていってね、あれうまいよね。もう台湾行った時に並んでまで行ったもん、ね、いや、わかります、わかります。あの有名な店、めっちゃうまかったもん、あれ。さっきんさん、ジャイバーどこで買ったんですか？さっきですも欲しい。じゃあプレゼントしますから、これ送ります。送ります。え、送れへんの？だってこれよう見たら染みついてるよ、この辺に。ケバケバしてます。ケバケバ、ケバケバしてる、毛玉ついてるし。これは新宿のなゴールドオールさんのやつです。あ、はい、知らないよ。ちょっと MJ さん、どういう意味？また今日もさっき話ずれそう。そう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 、もうしょうがないよね、うん、あ、ついていけてないってバレてました。でもほんまに今はついていけなかったですよ。上海やら、関東やら、まあだいぶ聞き取りづらいけどね。どこで詰まってんの？分かる、言ってる意味。どっかで詰まってるよね、声が結構やばい。いや、あの細い声が出てる。この辺から声出てるじゃんみたいな。結構辛いぐらい。1日目の一番初めに会うときはだいたい1時間経つまで何喋ってるかあんま聞こえない。ええ今日だってね、会話もそうだったもんな。そうそう、とりあえず何喋ってるか分かんないから。あー、やだ、そんな風に思われてたなんて。1時間も理解されないんだ。そう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 、1時間後にやっと何喋ってるかだんだん慣れてくる。殺菌後に慣れて、1年通すとやっぱりみんなもうすごい聞き取れるようになったって言われるんですよ。そうそうそう、電話とかうーんええみたいな。わかる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 、ほんまにわかる、ほんまにわかる。そうやん、秋山さんみたいな、ほんまそんなんやろね。この前言うから電話が出てきて、え、酔っ払ってんの？言うたら、酔っ払ってませんよみたいな。何言ってるんですかとか言うて、もうほんまに酔っ払ってるから、もう電話が出てきて。酔ってないですよ。今日行きませんとか。いや、行くけどって酔っ払ってんのみたいな。でもちゃんとこの番組みんな見てくれてるはる方、会話なんとし全然 OK やな。いや、MG さん違うよ。朝一寝起きとかっていう意味でしょ。なんかこう、早い時間に会うとってことでしょ。もうこの時間起きてだいぶ時間経ってるから、まあ、まだ聞き取れる感じ。うん、大丈夫ですよ。今日もう早起きしましたからな。はい、何しようとか、あー、いける
るみんな。あさきたちフォローいつもありがとうございます。似てる似てるって何が似てるの、この辺に何かあったの、まあね、みんな真似したのかな。ああそういうこと、似てるでしょ、うん、まあそうそう、そんな感じでも MJ さん、じゃあ沖山さんはこの時間さっきの言ってること分かってないんだ。これにも答えたちょっとどうにかしてる、またまあいつものことやけどその話したやん。分かってたよね。分かりました分かった。ゲストの子もみんないつも分かってくれて、たまにゲストの子も同じような子来て2人でヘラーってやってる時あんねんけど、まあ大体ほら京子ちゃんは頭良さそうやからしっかりしてそうやっけ。キヨピはちょっと譲れる、譲れる譲れる譲る、優しさ違う、のしっかりさは譲る。今日ほんまね、でもこの天然があるから、うん、この番組はちょっとおもろなるっていうか、ね、うん、でもね、このね、ツッコミ人がおらへんかったら全く面白ないんですよ。ほんまね、会話繰り返すのはいつもの流れですね。そう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 、分かってるのもお兄さんね、いつもの流れなんですね、さすが。でね、最近ね、殺菌のファンですみたいな人が書き込み多いんやけど、チャットしてくれると、うんうん、前はなんかダーツの人が多い時はもう俺に合わせてみんなもう結構殺菌をなんかこういじりキャラみたいなんでいじりまくってたのに、最近殺菌可愛いみたいなのが多いんよ。もっとダーツプレイヤーちょっともっと来てよ、ほんと、うん、ありがたい。最近多いねんか、もうサキチョスばっかがもう殺菌をフォローしまくるからさ、うん、ちょっと MG さん押されてるよ、大体頑張ろう、こっちチームね。違うよ、負けてるなよ。なんかさっきがなんか可愛いキャラになってきてるやん、最近どうしよう、ねえキヨピーどうしよう。なんか今日、キヨピーとキヨンと二人いるから、二人いるから、どっから声出てんの。キヨピーってやっちゃいじゃん、キヨンってやっちゃいそうなるな。ねえ、さっきん可愛い、うーん、はてなみたいな感じになってるよ。MG さん、この子やねん、赤いよ。でも MG さんはもう取り残されてますよ、非殺菌同盟に取り残されてる。でもね、そんなか、なんだかんだ言って MG さんも殺菌好きやもんね。知ってる。プレジデンスさんもじゃあのダーツプレイヤーやからね、ちょっと、うん、でも殺菌好きやねんな。ほんまに嫌いな俺だけやからね。一番大事な敵対敵対。さて、はい、もう40分やんか、はい、早い、皆さん40分ですよ、早いですね。さて、木山さん派、さん、まあまあ、さっきちょっとは殺菌派やけどね、はい、木山氏派で、はい、ありがとうございます、フレジノさんね、はい、はい、さて、今日も殺菌と、ゲストの方にダーツの勝負をしてもらいましょう。でもね、さっきちょっと最近うまいからね、マジで。マジでうまいですよ。え、これ勝ったら何があるんですか。負けたら罰ゲームがあるんです。マジですか。ブログで、はい、まあ、NG じゃない子は結構こう、水着の写真を載すみたいなのがあったんやけど、キヨピ、私お話します、 NG です。そう、いけるよね。まあ、夏のとかだとあるよな、うん、あるある、まあ、ちゃんと綺麗に見せてね、モデルさんやから、はい、でもちゃんとブログにみんな載せてくれんの、負けた子めっちゃ綺麗に載ってるやんか、うん、お前それアピールになって罰ゲームちゃうやんけって思うんだけど、そう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 、まあ先週は変顔やったよね、変顔の写真をブログに載せて、でもね、それをやるとちゃんとみんなブログも見てくれるから、やつにラッキーなんですよ、負けたらね。やめよう、じゃあ分かった、負けたら3日間ブログ書いたのかな。うわ、それ逆に嫌だ、罰ゲームだわ。どうしよう、罰ゲームでしょ。それめっちゃ本気で頑張るやわ。それ逆に嫌だ。でもそれはまあね、活動的になるから、あ、もうキヨピも水着、はい、水着で、はい、OK、 今日じゃあさっきは MC は来週休むとかにします。あ、じゃあ逆に MC 交代。あー、頑張ってください。ああ全然全然 OK です。OK いただきました。大切、じゃあ私体張って頑張りますんで、殺菌が負けたら、もう別に殺菌自ら自分で水着の写真とかいっぱいのブログ載せてるから、別に今更やけ、殺菌もはもう超変顔ね、ちゃんとこうペイントとかまでしてて、かっこよく変顔ダメよ、本気の変顔よ。分かった、その変顔を書いて OK。 ああ OKOKOK、 書いて、うん、私書くから。あ、まあ、顔に、うん、それやばいよ。 OK、 それでいきます。
どうせ勝つやんか、うまいでしょ。よしよ、でもキヨピーはほんまに今日うまい人なんです、ね、いや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 、はい、じゃあ行きましょう、時間も頑張りましょう。じゃあ今日は続けてくださいね、バーサステニックスで VSN、 はい、はい、じゃあキヨピー、え、はい、で金曜はどちらにかけます。木山さんは今日はやっぱり僕はゲストにかけます。はい、頑張ります。よし、こっちで、いやいや、先頭はゲストさん、浜田プロやねん、これ、わかるよね、ちょうどゼロにするやつ、そう、ちょうどゼロにするやつ、いや、ここ全然いける、これ、もういける、もう投げ方がうまい。ナイスー、おー、でも浜田さん今日もうまい。あ、ちょっとダメだ、いやでもさっきいい投げ方いいよ、まだ温まってない感じや、やばいよ、負けるー、おお、飛びすぎ飛びすぎ、でもいい、全然いい全然いい、おぉ、すげえキヨピー、おい、ナイス、すげえ、よし、ちょっと頑張ってキヨピー、今日はキヨピーにかかってくる、おぉ、すげえ、さっきよしよし、怖い、めっちゃ緊張しますね。おぉ、ナイス、今日、女子なのに2人ともよく入るね、ブルね、こなれてるって言われてるよ、今飛びがいいもん、飛びが、飛びがいい、あ、いいぞいいぞ、おー、いい、ナイス、もうなんかね、ふだんと飛んでいくね、でもね、みんなさっきの投げ方見といてください、さっきさっき投げ方うまいんですよ、おっと、え、何の音、19トリプルに入っちゃいましたね、お、お、でもいい、すごい、ちゃんとね、フォロースルーが綺麗にこうね、いけてるんですよ。よし、よし、取りましたね、引かされた、さあ、いい勝負、いい勝負、もうちょっと軽く投げていいよ、そう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 、軽く投げた方がいい、絶対 OK、 なんかもうブルーの周りうろついてますね、距離が荒れちゃった、あ、勝ち、いいですよ、めっちゃ高いけど、やばいやばい、すいません、あ、押してないね、あ、ごめんごめん、押してないね、あ、じゃあいい、じゃあこれね、19、ちょっと待って、これあと2本で終われるんで、ここの19の3回狙って、じゃあ57点入るから、あそこ狙う、さっきも上がれるよ、そう、あの片目が見えてないから当たるかったよね、はい、これでも女優帽、女優帽脱ぎ捨てましたよ、これこう、シミ、シミ分かります、シミ、シミ、あ、甘くなった、あ、そう、ちょっと待って、ちゃんと上見てよ、トリプル15、外側、近い、違う、おー、すごい、15トリプルちゃんと入れました、すごい、すごい、どうしよう、ナイス、木山さん、かぶって言われてるやん、いやー、皆さんすごいね、あ、なんか変な、今の変な
カメラ向こう行かれた。今度さっき、しかも最近ね、フィニッシュが一発で行くんですよ。そうなんだ。これどっか分かる？30ダブルだ、15。そう、17いっちゃいましたね。これオーバーしたらもうそのままで交代。これは真ん中から。これ、これ13の3回で絶対もう終わりやる。ここね、ひろぴー、息して、息呼吸邪魔するない、邪魔、あ、ごめん、ゆっくり深呼吸して、せーの。OKOK、 佐紀長さん、またありがとうございましたね。佐紀長さん、ありがとう。15のダブル。あるよ、10の3倍。うちっかは10のトリプル。10の3倍。3倍。トリプルスリー。トリプルの10。え？ 10の1黒いの？いや、違う違う違う。赤いと。うちっかの赤いと。惜しい。まあ、同じとこ、同じとこ。惜しい。タイムは大丈夫？全然全然大丈夫。37、上見て。そう、ここに書いてるから。シングルに、絶対シングルっちゃう。終わった！17のシングル。あ、まだある、11ね、左側。マジ惜しい。さっきが最近やっぱうまい。シングルにちゃんと入る。勝ちました皆さん。お母さん。いやー、私すごいもらったよ。ちょっとさっきがちょっとやばいね。大変です。ということで、さっきが勝ったんで、はい、ブログに、キヨピーが水着で乗ります。はい、かわいいらしい水着ね。ちょっと際どい感じでね、ちょっと際どい感じ、男子が喜ぶ感じでね。多分今日これ見たいとみんな見ると思うから、ブログ、はい、さあ私は MC を来週もできることになりました。え、ちょっと待って、ブログは、はい、アメブロ、アメブロです。キスで出てくるの、キューピーで出てくるの、あ、DJ キューピーで出てきます。キューピーは大文字で、大文字で、はい、OPQR の Q に P です。DJ キューピーでブログ検索。キスのブログとキューピーのブログは別ですか？そう、違う、ありますよね、2つね。アメブロの方にじゃあ載せますね。はい、個人のブログの方をチェックしてください。はい、それ、あ、それが DJ キューピーで出る方ね。そう、はい、お願いします。はい、さっきさんもね、はい、さっきのアメブロもお願いします。はい、はい、ここじゃキーは読みました、全部。はい、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 さあ、はい、あれ、意外と早い、終わってもだこれね。いや、ね、でも超初め一番接戦な勝負でした。だってブル2回も入れたもんね。そうなんだ。だいたいゲストの人はそんなブル入れへんから。いやな、一番上手だったね。いや、すごい緊張しますね。いや、ほんまに今日ちょっとドキドキな感じだったね。いや、あまりにもでも、あの、勝ちそうやったから、
もう、あもうこれ買ったなと思ってたら、ね、さっきがちゃんとね、うん、後からね、追いついてきたもんね、うんうんうん、いつもあのまま終わってまうんだけどね、最近強い、最近ね、思い強いんです。もうね、あの、ワン、ツー、スリー、スリー連勝ぐらいしてますね、スリー連勝スリー連勝ね、スリー連勝してますね、今のところ。あ、わざわざなんでそこ 3って言わんかったんかよく分かれへん。まあ、3連勝してるよね、今ね。でも3連勝ぐらい、最近負けたん見たことない。はい、そうなんだ。ちょっと後で帰るんですよ、はい、ちょっと任せよ、やりたいやりたい。私もう女優も取った瞬間からね、馬だったんだ。これが邪魔だったのかもしれないね、やっぱね、染みついてたみたいです。はい、画像の髪が長い、うん、あれ、ツイッターも持ってますって。あ、キューピー、ツイッターもやってるね。持ってます。あ、そうなんだ。ツイッターは、はい、まだこれが、うん、DJ、うん、下ハイフン、アンダーバー、アンダーバー、キーヨーコ、K-I-Y-O、C-O、あ、C-O ね、コッコみたいな声ね。そうですね、コッコみたいな声、そこ強いね、はい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 、DJ キーヨーコでやってます、はい、画像の髪が長いって言ってるよ。あ、そうなんです、切ったんです、切ったんです。最近やもんね、結構割と今年入って。そうなんだ。アメブロは背中が裸で、そう、あの背中に世の中の世っていう字が書いてあって、入れ墨入れてんの。あ、すごい、入れ墨じゃないんですけど。ちょっとドキッとした。そっか、書いてね、まあ落書きでね、そう、落書きで、ね、そう、あ、今日はたくさん参加できてよかった。さっきちょっと予習します。さっきです、ありがとう。英語頑張ってね、英語頑張ってください。ちょっとあれよ、英語ペラペラになったらハワイ、さっきと英語で喋りましょう。ハワイついてきて、木山さん通訳して。ありがとうございます。また来週せよ。いや、まだ終われ。あ、ちょっと。終わりみたいなってるやん。さっきちょっとだけ。はい、皆さん待ってくださいよ。はい。あ、ないですね。はい。さあ、ここからほら、はい、MC の力の見せ所ですよ。皆様、この時間になりましたので、ゲストさんへ告知の方をしていただきたいと思います。はい。いいですか、はい、ね、どうぞ、何でもやってください。どうぞ。じゃあ、はい、いっぱいしちゃって。イベントの告知の方、じゃじゃーん。これ、5月の6日の金曜日に、はい、恵比寿のアクトスクエアっていう新しい、あの、ちょっと綺麗なところが、ビスエね、ビスエ、そうですね、ビスエ、ビスエで、で、イベントをやります。お、何のイベント？で、これが実は、あの、三味線とか、あ、大鼓とかを中心に、そ、あの、DJ がコラボレーションした、あ、DJ、SO、SO、SO さん、ソーさん、ユミさん、お、キューピーおった、はい、ノブさんね、ヤミーさんとか、すごい、ユミーじゃなくてヤミーなの、はい、ヤミーさん、ヤミーさん、てるヤミーといえばね、はい、有名な方、え、そうなの、ヤミーって言ったら俺、焼肉屋のヤミーしか出てけへん、あの、ハワイで有名な、超うまいの、ここの、ここのカルビー、ヤミーさん、ごめんなさい、はい。シャミセン、シャミセン、おしゃれだね。 DJ やりながらシャミセン弾き張るってこと、誰か、コラボ、コラボもあるかもしれません。そうなんだ。こっちとこっちと忙しいね。あ、かっこいい、キューピー、あ、キューピーもいますよ。あ、これがブログの写真、そうですね、これがブログの写真になってます。かっこいい、かっけー、かっけー、背中に、うん、見える見える、はい、これ顔が見えてんの、顔見えてん、キューピーかなぐらい、そう、キューピーかなぐらい、かっこいい。え、いつでしたっけ、もう一度、6月の、はい、あ、間違えた、5月の6日の金曜日、金曜日夜の7時からです、はい、7時からです。皆さん詳しくはキューピーのブログでチェックしてください。え、これチケット代は、これチケット代は、キヨピーに言ったら2500円なんでな、これな、多分、そうですね、フライヤーで500円オフって書いてあるから、もっと安くなると思います。はい、じゃあキヨピーに言ってください。ブログでね、チケット買いたいですって言ってください。はい、他にもいろいろイベントをゴールデンウィーク中、まあ、A ライフだったり、はい、あとアゲハだったり、コアクマ、コアクマじゃないですけども新木場のね、アゲハですね、はいはいはい、DJ してるので、よかったら、はい、この前聞いた、見に来てください。何人か来てくれてるね、アゲハ、俺アゲハ覚えてる、クラブよね、クラブです。そこでなんかダンスしてたりとか、うん、あのダンスのやつだけど、ジャパン、サイバージャパン、サイバージャパン、はい、なんとか何かね、来てくれはったんだな、多分いますよ、ゴールデンウィーク一緒のね、はい、サイバージャパン の、 あのホームページ見たの、かっこいい、うん、
かっこいいですよ。見に行ったけどクラブにはなかなか行けないと、ちょっとキヨピーの方ぜひ行きたいな。サッキン連れて行ってください。サッキンと一緒に、はい、ぜひ。でもサッキンと一緒に行ったら怖いお兄さん周りいっぱいおるぞ。なんか、なんかちょっとなんちゅうのかな、ちょっとロン毛の黒いお兄さんとか周りいっぱいいてそうやん。怖そうな感じの。怖そうっていうかな、あれなんていうの、ああいうお兄さんたち何系っていうの。オラオラ系。違う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 。ワイルド系。違う、なんかロン毛で茶髪でちょっと前にギャル王系。ギャル王、ギャル王みたいな周り倒れそうやん。いいギャル王みたいな。そんなな大丈夫ですよ。お、あかねちゃんお久しぶりです。あ、あかねさん久しぶりやな。遅いよ遅いよ。東京行きたんよ。さっきんさんゴールデンウィークは大阪東京。私はズームに行きます。わお。ちょっと待って、サブウェイのアボカド美味しいよって。まあ美味しいけどね。食べてんのかな。ちょっと待って、サブウェイ食べに来た。あのサンドイッチね、サブウェイのね。食べな。あの野菜多めとかやつね。キューピーさんが DJ やってるの見た。俺も見た。あーマジかっこいい。超かっこいいよ。ぜひぜひ見に行こう。俺もダーツしてる時だけかっこいいってよく言われるもんね。やっぱ入り込みますからね。はい、さっきそうじゃないね。いやでも撮影さっきはギャル王の隣におる時は一番ガラちゃうか。あ、キヨピー、もう一回言ってもらおう。さっきは撮影してる時のモデルの顔が一番可愛いよね、うん、って言っとけばいいですかね。ピーカップクードル超可愛いって言ってたもんね、テレビでね。もう何か作ってんのまんまで、もうほんま俺ブラウン角バーン殴ったるからねえ、キヨピーさすが。でもね、隣の赤アルちゃんは可愛いかも。あ、よかったですね。はい、ちょっとあれですよ、恵比寿ですよ。何月何日やったっけ。5月の6日金曜日7時からスタート。5月の6日秋山さん福岡で大会ですね。あ、そうなんですね。大丈夫大丈夫、はい、優勝賞金1500万。すごいらしいですよね。いや嘘嘘、そんなない。なんだ、何百万とかありますよね、結構。いや、優勝賞金は100万ぐらいだけど、年間の賞金が1位が500万もらえたりとか。あー、いいね。じゃあ今度ぜひ金谷が優勝したら焼肉ですね。そうですね。焼肉ぐらい別に優勝せんでもおりますよ。やったー。ちょっと一回クラブ連れて行ってもらうのね。殺菌、ちょっと絡まれたらせえへんか、殺菌と一緒におったら。私絡まれます。ナンパされるんちゃうの。さあ、もう時間や。はい、さあ、閉めて。はい、今日はどうもありがとうございました。いやいや、今日喋ってくれるんですから。すごい、助かりました。ありがとうございました。今日のゲストは高橋清子ことキューピーでした。ありがとうございます。というわけでですね、皆さん来週まだありますね、きっと。はい、というわけで今日もビッグボックスありますね。あ、間違えた。久々に間違ったよ。いくよ。今日は自由空間ビッグボックス坂田のロボ店より公開の放送でお届けいたしました。また来週。